トランスメリディアンウェアカーゴのベルファストショートベルファストはイギリスのショート社が開発したターボプロップ4発輸送機である。初飛行は1964年。当時イギリス空軍が運用した中で最も能力が高い輸送機であったが防衛費削減の影響を受けわずか10機しか生産されなかった。1959年にイギリス空軍向けの長距離戦略輸送機の使用に ショート社が応募受注したのがベルファストである。ショート社は当時下請け生産していたブリストルブリタニアをベースにすることにより開発期間の短縮化と開発経費の削減を狙っていた。試作第1号機は1964年1月5日に初飛行し、この時914メートルという短い滑走距離で離陸している。機体は主翼、尾翼、エンジンは ブリタニアのものをそのまま流用し、新規設計の胴体と組み合わせた。この胴体は直径約5メートルあり、30トン以上の貨物か150名の兵員を搭載することが可能だった。胴体後部には大型の貨物搭載用の扉を設けていた。また、主翼の配置は後翼式とし、膠着装置の脚中を短くすることにより、 貨物の積み下ろしを容易にしていた。当初は民間航空会社にも売り込まれたが関心を得られず、イギリス空軍のみが採用した。イギリス空軍では当初本機を30機調達することを予定して、1966年から部隊配備を開始した。しかし、配備の直前になって労働党政権による防衛費削減の影響により、発注は10機に削減されてしまった。 配備されたのは第53機行隊だけで、同部隊はその後も続いた防衛費削減の方針により1976年9月に解体されてしまい、本機は実戦に参加することなく、イギリス空軍から姿を消した。イギリス空軍を退役した機体のうち3機は民間の大型機専門の輸送会社に払い下げられた。そのうち1機は、 さらにオーストラリアの航空会社に転売された。この結果、その後勃発したフォークランド紛争では、大型輸送機が致命的に不足する事態が起き、ベルファストの引退は禁止眼的なものであったことが露呈した。紛争終結後イギリス空軍は失った、戦略輸送能力を埋めるべくロッキードトライスターの導入に踏み切り、以降も C-17 やエアバス A400M といった。 戦略輸送機を導入し続けている。ありがとうございます。